皆さんこんにちは、浪費家の妻です。今回は今年最後の予定のお買い物をしてまいりました。年末年始のおせちとかのものですねを買ったので、そちらの紹介をさせていただこうかなと思って動画を撮っております。皆さんおせち作りますか？我が家は作りません。なぜなら食べる人がいないからです、旦那以外。私もおせち自体はちょっと苦手でして、あと息子も娘もまだ小さいのでおせちはまだ食べないのかなっていう感じなので、旦那用っていう感じで我が家は購入しております。筑前煮ぐらいだったら私は大好物です。その他はあんまり食べれません。和食が特にちょっと苦手なので、味濃い人間といたしましては、おせちはかまぼこだけで十分です。はい、それでは紹介していきます。こちらはそばですね。そばの冷凍そばになっております。はい、私がそばが嫌いなために缶物っていうんですかね、そのそばは買っておりません。はい、そば苦手なんですよ。なんかそば粉の味がちょっと苦手で、いらっしゃいませんかね。うどんしか買ったんです。はい、こちらどん兵衛のそばとうどんも買っております。こちら天ぷらそばの方が旦那用、きつねうどんが私用となっております。これは旦那さんが買ってきてって言ってきたので買いました。信州そばの方は息子娘にあげようかなって思っております。はい、こちらぶどうジュースと牛乳ですね。我が家は牛乳の消費量が激しいです。今も毎週木曜日に購入してるのかな。牛乳を4本とぶどうジュースを1本買っております。我が家の息子くんがですね、お菓子の時は必ずジュース、ご飯の時はちゃんとお茶っていう子なのでジュースを買っております。娘はだいたい牛乳です。息子は牛乳飲めません。はい、こちらですね、札幌のゴールスタービールでございます。最近あんまりビール飲んでなかったんですけども、年末年始ということでこちらビール買わせていただきました。もうね、お酒大好きなので楽しみです。私も旦那も札幌のビールだったら何の種類でも大丈夫です。はい、次にですね、我が家のソウルメイトといいますか、いつも冷蔵庫の中にいてくれるゆかりですね。こちらゆかりと息子の大好物きゅうりです。こちらは合体してゆかりきゅうりにして子供たちに与えることが多いです。大好物ですね。はい、こちらヨーグルトでございます。こちら2つ入ってて300円ぐらいだったかな。娘の大好物なので買わせていただきました。息子はね、白いもの、生クリーム、牛乳、ヨーグルトは食べれないんですけども、娘は牛乳、ヨーグルト、生クリーム大好きです。何なんですかね、この違いは。まあ兄弟それぞれね、好みがあるということで。はい、次こちらが食パンですね。5枚切りとなっております。6枚切りでもいいんですけども、6枚切りを焼いてしまったら娘の歯茎が血出たんでやめました。5枚切りです。まあ焼かずに揚げたらいいだけなんですけどね。はい、こちらネギです。そばに入れる用となっております。それでは次から正月といいますか、年末年始の商品となっております。今回手持ちが前回の動画で話しているというか、タイトルの通り170円しかなかったので、私のお給料から1万円いただきまして、それを年末年始の資金として使わせていただきました。はい、こちらですね、なんだろう、6種類買っております。これは全て旦那君用になっております。いや、かまぼこは私も食べるんですけども。はい、まず1つ目、ワカサギ串、なんかよくわかんないんですけど、ラスト1個だったんで人気なのかなって思って、単純にそう思って買ってしまいました。はい、こちら数の子の松前漬けかな。私数の子嫌いなので絶対食べません。はい、次ですね、こちらたたきごぼうです。これは息子くんの大好物となっております。むしろこれ3つで良かったんじゃないかなって今はちょっと思っております。こんな感じでした。伊達巻きとかまぼこは赤と白で購入いたしました。
これはね、かまぼこはね、板わさにして食べようかなって思っております。息子も娘もね、かまぼこ大好きなので、1枚ずつというか、それはちょっとケチいな、普通にあげようかと思っております。おせちっていつ食べるんですかね。やっぱ年末年始の年始の部分に食べるのかな。で、年末はおそばっていうイメージなんですけど、合ってますか。はい、我が家の情報といたしまして、私の実家はおせちを食べません。あの、大きいお皿にいろいろかまぼこを切って置いたりとか、あとなます、カブの酸っぱいお漬物みたいな感じのをうちの母が作ってくれて一緒に置いたり、まあなんだろうな、黒豆置いたりみたいな感じのイメージです。まあ、あの、女家族だったので、そこまで全然気にすることもなく、それをつまみながらみんなでテレビを見るっていう感じでした。で、旦那くんの実家はどうなのか知らないんですけども、多分旦那くんの性格的にはおせちを食べております。多分お母さんの手作りなのかな、でも市販品も使ったりとかなのかなっていうイメージです。まあ、私もね、あの、シングルなんで、私の親がシングルなんですけども、お父さんお母さんいた時はちゃんとおせち作っておりました。いやー、めんどくさそうでしたね。だって子供たち食べなくて親しか食べないのに、ちゃんとおせちを作らなきゃいけないんですよね。大変でしたね、多分はい、まあ、そんな感じで我が家の年末年始のお買い物でした。皆さんどうですか？年末年始の準備されておりますか？すっごく大変ですよね、きっと。我が家はまだ子供が小さいので、おせちとかそういったものを準備しなくても、まあいっかなみたいな親しか食べないしいっかなって思って、こんなにゆるーくしております。まあそれも家庭それぞれだと思いますので、あの、用意する家庭、用意しない家庭っていうのがあっても全然大丈夫だと思います。ちなみに我が家は、私の母のところにはまだ私の母の仕事のシフトが出てないので、何日に行くかっていうのは決まってないんですけども、旦那さんの、あの、実家ですね、ちゃんと行こうとは思うんですけども、まさかの1月1日に姉が来るっていうふうに言われて、1月1日以外でよろしくって言われて、え普通1月1日、いや別に普通というか基本っていうものはないと思うんですけども、なんか旦那さんの実家に1月1日ぐらいに行って 2,3 日ぐらいで自分の実家に行くっていうイメージだったんですけども、それは違うんですかね。よくわかんないんですよね、他の家庭がどんな感じなのかっていうのがいやーね、姉節というか義姉節、よく義姉節ってなんだ炸裂しておりますね、末年始から。はい、まあね、会いたくないので日にちはずらしていこうかと思います。多分2か3なんですけども、雨が降るらしいんですよ。外出たくないな、究極の引きこもり発想なので外に出たくありません。でも初詣も行きたいけど、人がおらんくなった 4,5 日ぐらいに行こうかなと思っております。今年はですね、旦那さん1月8日までお休みで、あと保育園自体も1月の8日までお休みなので、やばいですよね、マックとか相当行きそうだな。そこはちょっと抑えつつ頑張ってみようかと思います。今年いろいろありました。9月からこう YouTube 配信始めさせていただきまして、11月には、1000人突破して、まさかの12月の28日ですね、この日に2000人突破いたしました。本当に皆さん見ていただいてありがとうございます。皆さんに見ていただけている、もしくは監視していただけているおかげで、ちょっとずつですが本当に家計管理が上達してきているのかなって思っております。まだまだ無駄遣いとかやりくりが下手くそな部分はあると思いますので、成長を見守っていただけたら嬉しいです。本日もここまで、ご視聴本当にありがとうございます。
お疲れ様です。